疲れ様です。お疲れさん。お久しぶりです。久しぶり。やっぱり1週間できたな。ここめちゃめちゃ近いですね。前んとこより近いもんね。これは今何されてたんですか？養生。あ、養生、うん、あ、本当ですね。養生してるんだけど、はい、これの動画もう出しとるもんで、同じやつ撮ったってしょうがねえだろ。はい、だろう。動画をお楽しみの皆さん、よし、ありがとうございます。ちょっと宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋でとび職限定の名刺交換会で、これは取引したい人、されたい人っていうかな、元請け下請け、ちょっといろいろ集めて、すっごいとび職足りてないんでやろうと思ってます。詳しくは概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて、今年過ぎても、いつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら、名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとか、いろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。今日は先日浜野さんにも聞いたんですけど、自社の足場のランキングをちょっと、ランキングか、はい、寺岸さんにも聞いてみたくて。俺にも聞くのか。はい、これちょっと塗装の職人さんに順番に聞いていこうかなっていうので。あ、じゃあみんな行くんだ。はい、ならいいわ。この現場は足場はどなたでしたっけ？これもう大体翔だわ。あ、翔さん。翔どうですか？ん、足場。足場いいよ。あ、悪い足場じゃないよ。やりやすいですか？うん、3階建てですもんね。3階建て、すごい、いいやろ。僕見ただけじゃ分かんないですけど、ちゃんとネタも、はい、俺がネタ場作れるようにこれ置いてっとるで。あ、これ作業台みたいな感じですか？作業台。ええー、これあいつ絶対置いていくもんで。あ、そうなんだ。絶対置いていくんだよ。だからもうそこで、はい、そこと足場で大体分かる。他の人だと置いていかないことも、まちまちだ。置いてったる時もあるし、置いてってない時もある。こういうのあるとやっぱ助かる。助かるよ。助かる。俺はね、俺は作るもんね。作らない人は別にいいんじゃない。やっぱ職人さんのことを考えてるってことですよね。うん、そう。ここの足場に関してはなんか、うん、特にここがとかいうのはないですか？ないな。ないわ。もう普通にやりやすい、いい足場って感じですか？うん、普通。うん、組み替える必要もないし、ひどいやつは組み替えちゃうけど、その必要もない。え、組み替えることある？ある。職人さんの方で。うん。俺らはね、これこっちの方がいいなってだと、はい、バラして組み替えちゃうけど、ここ組み替えんかな。どういったところそれで組み替えることがあるんですか？アンチを移動させるぐらい。アンチの場所、うん、あまりに壁に近いと、はい、後ろに持ってくる。だからこれが、はい、壁キュンキュンに来とったら、はい、ブラケットこっちに出して、はい、こっちにアンチを置くっていう。やっぱ近いより遠い方が作業はしやすいです。そうですね。ランキング？どんな足場が一番いいかってことか。そうです。一番いいのか、前はトシ君が良かったけどね。前はトシ君、うん、結構、あ、ここも組んだのっていう。ああ、そうなんですね。結構親切だね。もう結構行き届いてる感じ。うん、まあ誰が組んだかその時は分かった。あ、これトシ君だなって。へえ、トシさんすごいですね。うん、結構気遣って、ここも、はい、あ、ここ脚立でも良かったのにっていうとこも、はい、組んだと思うんで。あ、そうなんですね。だけど今は分からんね。トシ君自体今指示しか出してないもん、ね。はい、組んでるのは自習生ですか？うん、指示だけ出してるだけなので、はい、今はからトシ君が組んだか組んでないかは。1位はトシさんだったね。まあ、トータルで言えば、トータルだったね。時点はなんだ、時点って2位。あ2位か、はい、もう今いねえけどな。今いないけどな。動画には出とるけど。ああ、そういうことですか。今いない、今やってない。寺道さん、ま、お、そうそう、あ、寺道さん、うん、ああ。入るとすぐ分かる、あるのすぐ分かるんだ。ちなみにどういうところが良かったですか？あれ、やりやすい。あ、やりやすい。やりやすい。なんつったってやりやすい。やりやすい。うん、あ、はい、寺道のやつも組み替えんで、はい、独特の足場だわ。独特の足場。独特の足場だな。でもやりやすい。これこういう風に組んでくれるんかと思って。すごいですね。なんか個性があってしかもやりやすいっていうのが。もうそこでわかるね。トシ君を除けば、はい、多分一番いいわ。俺はね。そうなんですね。うん、俺はね一番いいわね。多分うちのやつだと誰もやらんのだ、その仕様。手間的にはやっぱ。あ、かかる。あ、かかるやり方してやりやすくしてくれてる。うん、そうそうそう、かかるよ。すごいですね、寺道さん。通常の2階建てだと3段なんだ、はい、アンチが3段だけど4段なんだ。
うちは乃木で合わせるもんで、はい、うちの足場は、はい、乃木を立ち位置でできるように組んどると上がタッパがタカタカなるんだ。そこに下下に下にもう一段組んだるもんで、はい、やるやつはね、下が届くわね。水切りの位置ぐらいにアンチを持っていくとるもんで、はい、ああそうなんですね。その上に立てるもんでこだわりじゃないですか。こだわりじゃないですか。こだわりで、わあの絶対シングルなんだわ。シングルを組むんだ。ダブル組むと通れんくなるじゃん、はい、そこも考えられて、そこを通れるようにシングルにして通れるようにしたんだ、すごい。だ かなりやりやすいよ、効率がいいよ、ね、あるなしばらく、ね、職人さん的にはすごい、うん、的にやりやすいけど、もういねえからね。ああ面白いですね、こういう話やっぱ。うん、だれまあひどいやつはいないぞ。あ、よっぽどいないぞ。やりにくいってことはない、うん、ないぞ。よっぽどあの幻聴でミスらん限り、ああもう最初の幻聴の段階で、うん、だからミスらん限り、はい、大丈夫だと思う。あとはまあ、はい、レベル的にはそうめちゃくちゃ差は出ない、同じぐらい、うん、大体レベル的にはね。俺はケンさんの足場が見て、ああケンジさん、お見たことない。もしかしたら1位2位にガツンって入ってくる。ガツンと入るか、はい、俺の現場行くんで、あ言っておきます、今度撮影でケンジさんと会った時に。あのそういえばあれ、前のあの激狭な現場あったじゃないですか、おにぎりさんと撮影行ったとこ。うん、激狭という激狭じゃねえけどな。え、あのトタンが10センチぐらい、あそこは入らないの、人も入れんけど。あれ結構コメント欄にどうやって塗ったんですかって。ああ、もうペンキ屋ならわかるわ。ペンキ屋さんはわかる、わかるわかる、絶対わかる。どうやって塗ったんですかあれ、あれ、はい普通に、はい、ダブルのトタンだもんで人は入れんわね、はい、人は入れないですよね。入れん、はい、それはもう一つしかねえわね。え、上からやるしかねえわね。あ、上から、え、どうやって、何で塗ったんですか。何で塗ったって、普通に 手だから、手しかねえわ。足場の上から、そう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 、手を突っ込んで塗ったんです。でもあそこ降りたらもう登ってこれんでね。あ降りれるけど、はい、あそこトイがあったもんで引っかかるもんで入れんかったんだけど、はい、上からは入れるけど、はい、上から入ったらもう登ってこれんでね。もう挟まって、そうそう、ここペタ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 って身動き取れないです。そうそう、だけど手は届かんよ、手だけだと。はい、なんか道具使って、そう、あーハケ、ローラーハケですか。あー、ローラーローラー、あ、ローラーでちょっと柄の長いみたいな。そう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 、あ、そういうのがあるんですね。これに、はい、ぶっ刺したんさらにぶっ刺したんけ、長っ。あ、こんなんあるんだ、こうやって、はい、うわ、長っ槍ですね。うん、やる、ここから上からシューって。難しくないですか。難しくない、ただあんまり長いと力が入らんで、はい、あのギリギリ届くぐらいまでに設置して、はい、謎が解けただろうね。その場合下は養生できるもんで、はい、横山陽にゆっくりゆっくり、あれから時間かかったぞ、あれ。あ、そうなんですね、やっぱり。あ、降りてもいいんだけど、はい、あのもう一人上におって、上からおい、ネタつけてよこせって言ってで、割ってって横に移動していく、はい。横には動けたんですか。横には動ける。その代わりこれ裸にならなかった。全部取って。通報されなかった。なかった。狭すぎてよ。引っかかるもんで。はい。服が。服が。例のあのアンチが真ん中にあるもんで。ああ。真ん中に設置したもんで。もう通れない。あのあれを、はい、縦地を、はい。どうやってやるんだこれ。うん。その時は苦労した。そういう現場もあるんで。大概そういう現場俺。俺。回ってくる。そういう現場俺。今日は足場の話いろいろ聞けたんで。聞けたの。ちょっと最後に宣伝を。宣伝？俺も宣伝しんどい。もうやめた宣伝。やめたんですか。宣伝はやめた。これ俺が宣伝してもしょうがない。じゃあもう無理やりここに。ああ。画像を出してもらいます。ああ。高速な手使いやがって。ポチッとお願いします。ポチッとね。大丈夫か。今日は足場解説。ちゃんと香港全員と回るよね。回ります。まあ俺はこんな感じかな。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い話聞けたので。人によって違うからね、そういうところ。ありがとうございます。まあしばらく来んな。もうこの次の現場遠いっす。お、遠いぞ、ここ遠い。しばらく会えないな。残念だな。嬉しそうっすね。残念だな。終了だ今日は。はい、店じまい、店じまい。店じまいっす。まあ来れたらだけど、今なのこや。行かせていただきます。じゃあ、はい、ご視聴ありがとうございます。
ね。